犬タでは、タデカイ飼犬デ属の一年草。道端に普通に見られる雑草である。和名は、柳タデに対し、歯に絡みがなくて役に立たないという意味で、犬デと名付けられた。赤い、小さな花や果実を赤飯に見立て、別名赤のまんまとも呼ばれる。アジアの温帯から熱帯に分布し、日本では、北海道から、本州、四国、九州、沖縄に分布する。 野原や道端、畑などに普通に生える。茎の基部は横に生い、まっすぐか、斜めに傾いて伸び、多く枝分かれして、草むらのようになって、小さな集団を作る。茎の先はやや立ち、高さは20から40センチメートル。茎は円柱型で柔らかくなめらかで、普通光子色を帯びる。葉は五星で、非新型で葉の両端が尖り、葉先に向かって、だんだん細くなる。 歯炎や裏側の葉脈状に毛が生える。歯がつく茎の周囲には、長さ約8ミリメートルの筒状の鞘である、拓葉小杖があり、鞘の縁に緑毛が生える。同じトガの多い犬タデには、歯の根元の鞘に毛が生えておらず、見分けることができる。春から秋までの4月から11月にかけて、茎の先端から長さ1から5センチメートルの下水を出し、高死色をした。 小さな花を蜜につけ、稀に白い花が見られることもある。格子色の学編は深く4、または5列し、裂編は東乱型をしており、花弁はない。おしべは8本、果汁は3本ある。花よりもその後に見られる真っ赤な果実が目立つ。果実は三角状の痩せ花で、果実そのものは卵形で暗褐色をしているが、その外側に赤い額を被っているので、 このように見えるものである。雑草ではあるが、非常に美しく、画材などとして使われることもある。赤飯を想起させる薄紅色の花、赤のまんまは、俳句では、秋の季語。ありがとうございます。